きチャンネル。こんにちは。こんにちは。はい、ね、動かさないと。やってくれないから。なんでこんな忘れるんでしょうね、タイム。そうですね、集中力が足りないんでしょうね。はい、そうですね。はい、ちょっと今日な、睡眠不足なんだよな、映画見ちゃって。もういいですか、言い訳は。はい、大丈夫です。はい、ということで今日は、はい、三井ゴールデングラブ賞について語ります。はい、お、出ましたね、ゴールデングラブ賞。出ましたね。まあね、はい、今ここにね、セパの選手が出てると思いますけども。はい、まあ、僕2回取らせてもらったんですけど、はい、やっぱめっちゃ嬉しいですね。あ、やっぱそうなんですか。で、僕そもそも守備が下手くそだったんで、はい、その守備が下手くその中頑張って守備を向上してきて、うん、それを認められたっていうのは非常に嬉しかったですね。へー、どっちかというと打撃先行で打ってたんで、はい、そこで守備を評価してくれたのは非常に嬉しかったし、うん、はい、この賞をもらった時は本当嬉しかったです ね。結構やっぱりこの賞が取れて嬉しいですっていうコメントよく聞きますもん ね。そうですね。だから僕はあのピッチャーダルビッシュ、キャッチャー佐々木でゴールデングラブ賞取ったんですよ。それなんかすごい嬉しいですね、はい、一緒に表彰式行きましたもん、はい、2007年ですかね、うんうん、僕2006-7って取ってるんですよ、はい、ベストナインとかで嬉しいんですか、 どうですか。いや、どっちも嬉しいっす。比べられないですね。はい、はい、だって打てないともらえないし、はい、でもなんか今年、はい、なんか炎上してるらしいですよ。なんかそうらしいですね。ねえ、なんか強打選手の方がね、はい、上なんじゃないのかとかっていうので揉めてるらしいんですけど、はい、まあ、そもそも、はい、ゴールデングラブ賞は記者投票なんですよね。そうですね。だから確か5年以上かなんか記者になった人が、まあ、新聞とかテレビとかもメディア含めて投票権出るんですけど、はい、イメージによるじゃないですか、はい、あと僕何回もこの佐々木チャンネルで言ってるんですけど、はい、もう分かりますよね、僕が言いたいの好みなんですよね。もう分かってきましたね、僕のこと。分かります、はい、いや、だってアナウンサーもその権利ってもらえるんですよ、はい、私は手に入れてなかったんですけど、はいはい、NPB のこうパスを持ってて、はい、何年以上やったらアナウンサーの先輩たちやっぱ投票してましたもん、ね、やっぱそうするとね、あ、この選手もいいけどこの選手頑張ってたなっていう、そうなんですよ、なんかイメージ好みでね、はい、選んじゃうんですよ。だからまあ、じゃあ例えで言うならば、はい、じゃあもしショートで、うん、三遊間を逆シングル取って、はい、そっからジャンピングスローして、うん、ファーストアウトにしたのと、はい、同じ強さ同じ打球で正面に取ってファーストでアウトにしたの、うん、どっちが守備力いいと思います？え、なんかジャンピングスローしてる方がなんかすごい良さそうに見えるじゃないですか、見えちゃいます、ね、派手な方がかっこいいなってなりますもん、はい、でももう一人の意見としては、はい、そんな難しいのに正面に入れて投げてるって一歩目早いよね、はい、うまいよねっていう人もいるじゃないですか、はいはい、でもこれはどっちも好みに分かれますよね、分かりますね、はい、っていうのが表で割れますよね、うん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 、なんか UZR っていう、はい、あのセーバーメトリックスの守備を点数で測るっていうのがあるんですけど、はい、あの僕が聞いた話によると、その打球スピードとか横位置は人の主観で決めるらしいんですよね。ってなった時に、うん、データって客観的な物差しじゃないですか、はい、そこに主観が多少でも入ったら、うん、そのデータってちょっと当てになんないなって思っちゃうんですよ、うんうんうん、そうですね。打率だって人によったら今エラーやろヒットやろっていうのがあるかもわかんないですけど、うん、はい、その打球スピードとか守備範囲っていうその難しいところを主観で今のはいける今のはあかんっていうのも、うん、なかなかそれのデータってそこまで当てになんないなっていうところも少なからず僕の中にはあるんですよね、うん、いや、そうですね、はい、このゴールデングラブ賞ってバッティングはそんなに関わってないわけですよね。まあ賞自体は、はい、バッティングは、まあ、全く関わってないっていう風な定義ですけど、はいはい、まあ、派手さっていうイメージっていうところになったら、はい、うん、打ってる人の方がその選手としてのイメージがありますよね。まあ、そうですね、活躍してるってイメージもできますし、ね、打ってるけど、うん、守備がめちゃくちゃ下手くそだったらさすがにこれは無理です。打ってて守備がそこそこ、あとはメディアがどんだけその人の守備を取り上げてるかにもよるんですよ。ああ、それはありますね。好プレー集とかって言って、うん、どっちが出てるかにもよりますよね。そうですね、はい、しかもまあスタメンじゃないとなかなか守備も見る機会少なくなりますしね、うん、だから僕一回あのドラゴンズの秀則っていう僕の同級生がいるんですけど、はい、同じ年の、はい、そいつが守備だけで守備固めとか本当守備だけで取ったんですよ。え、そ
それすごくないですか。すごいですよ、はい、そういうのもあるのも事実なんで、うん、やっぱその印象に残るようなプレーをしていかないと、うん、数字だけで判断できないこともあるんで、うん、まあ、なかなか難しいですよね。そうですね、まあ、大体好みの世界ですね、はい、でどうですか佐藤さん的には、佐藤さんの好みとしては今回のゴールデングラブは。いやだから正直僕ら解説者もそんな12球団全部ちゃんと見てるわけじゃないじゃないですか。1試合1試合全部ね、開幕戦からね、最終戦まで、うん、よし今年ドイツが一番守備がいいからずっと見とくぞつって見てる人多分誰もいないと思うんですよ。そうですよね、印象ですよね。ってなった時に、はい、対抗を見てると、はい、まあまあそだからまあサードだったらね、セリーグ高橋周平か、うん、もう宮崎なんですよね、はい、って言ったらまあ高橋周平かなって思っちゃうんですよ。まあだまあ、大体そうですよね、大体2人ぐらいどっちかな、うん、こっちってなりますもんね。そう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 、圧倒的な人ももちろんいますし、あと西武のね、うん、金子が入んないのはなんでやっていう問題もあったらしいですけど、あ、はい、僕あと言いたいのは、うん、外野手は外野手っていうくくりやめようと思うんです、うん、じゃあどういうくくりにすればいいですか。レフト、センター、ライトする。あ、外野手だけ外野手っていうくくりなんですよ、うん、だから今回セパで6人選ばれてるんですけど、はい、なんと5人センターです。そうなんですね。いやそれはセンターがだって秋山、荻野、西川、そっかそっか、ね、丸、大島ってセンターで、はい、鈴木誠也だけがライトで唯一選ばれてるんですよ、うん、へ、でもそれは外野センターがそれ一番うまいように見えますよね。見えますね、はい、レフトはレフトの難しさあるし、センターはセンター、ライトはライトの難しさがあるんですよ、うん、それをこれでもし外野どこでもいいんだったら、うん、内野っていうベストラインなんですよ。ほぼショートですよ、ほぼショート、全員ショート。もう坂本も京田も取っちゃうそうです、ね、で源田と今宮も取っちゃうよ。あ、確かに確かに、はい、そうですね、うん、僕はそこもちゃんとレフトセンターライトにしてほしいんですよ、外野。なるほど。でも結構この動画とかでもベストライン選んでるじゃないですか、うん、それでも外野やっぱ3人ってなりますもんね。そうですね、確かにね、セカンド、ショートってやるのに、うん、外野じゃあ3人でいきましょうってなりますよね。確かにね。じゃあこれもちょっとこれも考えなきゃいけないね。はい、俺ここもここ、こっち側も、はい、そうですよ、うん、言われそう、俺らもそうだった、はい、人のこと文句ばっかり言ってる場合じゃないで、俺らもそうだったっていう僕イチローさんと松井さんとかにしましたけど、はい、でもレフトぞ。あ、確かに秋山も西川も多分ライトもセンターもレフトもできると思いますけどね。あのでもみんなできるんです、はい、できますけど、うん、でもやっぱりポジションで分けた方が、うん、だってショートだって源田も多分セカンドできると思うんですよ、はい、京田もセカンドできると思うんですよ、うんうん、坂本のサードもできると思うんですよ、はい、でもショートっていうくくりじゃないですか、うんうん、だから外野もやっぱレフトセンターライトですね。だから僕らのベストナインもレフトセンターライトにこれから分けますちゃんと、はい、ちょっと豊さんにもねこれをねじゃあ見ていただいて。そうですね、あの豊さんもね、はい、ベストナインもいっぱいやってるから、はい、あのもう一回見ようか、豊さんのところのいろんな人がやってるベストナイン、外野どうやねんっていうセンターばっかりやんけっていうあるかもしれないですねちょっとこれ見返す必要あるね。ちょっと疑惑っす、疑惑っすね、はい、いや僕自分のやつも見なきゃいけないっすね。そうですね、人のばっ僕人のばっかり言って、はい、自分のとこがね東大元暮らしになってる危険性が多々あるんではい、じゃあちょっと皆さんを見返していただいてね実は、はい、あのだ最近だって宮本慎也さんとかがヤクルトのベスト9と、はい、うん、あと全部の12球団のベスト9上げてたじゃないですか、はい、うんうん、でさらっと見てましたけど、はい、あの外野、はい、レフトセンターライトに分けてるのか気になりますね、慎也さんもねみんなやっぱでも外野ひとまとめにしてそうですもんね。あだからこれから多分ゴールデングラブ賞選ばれたじゃないですか、はい、次ベスト9もプロ野球選ばれると思うんですよ、はい、うんうん、その時の外野も今年のプロ野球のベスト9もレフトセンターライトでやっとかなきゃいけないですよね。そうですね、そんなやとセンターばっかりみたいな、はい、ベスト9センターばかりってもう試合できひんでっていうね、はい、センターに3人いんのかみたいなガラキ反省しましょう僕らも。そうですよ、こっち側も考えていかないと、はい、僕らも反省しますけど、はい、まあ、三井ゴールデングラブ賞の選考を選ぶのは、うん、いや最後は人が決めるんで、うん、頑張るしかないってことですね。頑張るしかないです、はい、もうあとはね、うん、神のみぞ知るすから、うん、選ばれるように一番大事なことあるんですよ、はい、何ですか。記者とかメディアとめっちゃ仲良くしよう。うーわ、そこいやそうでしょ、だって人が言えるから、はい、あんなやつ嫌いやちょっと入れないでしょ。やっぱ好きな人に入れますもんね。しっかり取材も受けて、うん、で守備の自己 PR もっとした方がいいですよね、はい、こういうのやってますみたいな、で取材してくれたら広まるじゃないですか、はい、だからロビー活動も選挙っすから、うん、今野球選手大変だなロビー活動いりますよ、やっぱ選挙だからね、はい、であとは、うん、僕一つその中でも、うん、改善した方がいいと思うのがあって、はい、今年で言うと、うん、ファーストにバティスタが1票入ってるんですよ。はいはい、うん、ゴールデングラムに、はい、いやバティスタゴールデングラム賞ちゃうやろって
あとあの外とか入ってるんですよ、外野で、はいはいはい、外ってなんでゴールデングラブなんやっていう、外そんな守備うまいかっていう、いやだから、はい、あの記者の人もやっぱちゃんと入れてほしいんですよ、うん、まあそれはそうですね、ちゃんと見る目を持って、うん、そのなんか何年在籍しただけで、うん、もう勝手に入れれますよっていうのになるのも、まあもちろん大事なんですけど、うん、でもやっぱりその目がある人がちゃんと審査するべきことやと思うんですよ、はい、わけわからない人が適当に名前書いてても仕方ないんで、うん、そうなった時にあの今年約300名の、はい、あの投票権保有者がいるんですよね、はい、1%、うん、1% 以下だった人に投票した場合は1年間出向停止、うん、資格停止もう一回勉強しようっていう1年守備、いやなるほど、本当にうまいって言うんだったらちょっと説明してほしいですけど、はい、1% は、うん、でもし264だと 2.6 なんじゃないですか、うん、それはもう四捨五入で切り上げ、はい、で3、うん、だ今年も3票以内に入れた人、はい、広島のジョンソンとか、多分こう広島のジョンソンの人がバティスタ入れてんちゃうかで全員広島変えてんちゃうかっていう説もありますよね、その人。でもそれもあるかもしれないですね。いやそれはもうあかんって、うん、そんな全部広島とか、うん、はい、全部巨人とか、はい、っていうのに書く人はもうあの永久に資格停止ファン投票ちゃうんやから、オールスターだったらいいですよ、そうですね、好きな人を選ぶファン投票だからいいですよ、うん、はい、この賞は権威ある賞なんやから、うん、はい、もしくはその人の氏名公表、はい、もしくは社公表、でそれで、うん、もう一回だから質問状送ります、はい、あなたは 3% 未満の人に投票してますけど、はい、ゴールデングラブに選ばれた人より何が優れてるのかちょっと説明してもらえますか責任感がね芽生えますね、そうそう、それのちょっと監査委員とかやってみたいですよね、うん、うわ佐藤さん監査委員でもそうなると、はい、もっとちゃんと見た目の人も出てくるだろうし、うん、僕はもうそれで分からなかったら事態もありやと思うんですよ、うん、適当な人入れるよりも分からない、うん、ここ誰がうまいか分かんないから、もしくはうまいと思う人いないんだったら該当者なしに入れるとか、はい、っていうところでその一票の重みを責任持って入れれる制度にしていくと、もっとこのゴールデングラブ賞が権威ある賞になっていくと思うんですよ、そうですね、うん、もっと競ってくる可能性だってありますしね、もうあります、あります、そうです、うん、そのね下の人たちが、はい、まああの本当にうまいと思ってるかもわかんないですけど、はい、そこは僕はわかんないんで、うん、でもそういうのがなくなっていくともっと上手くなると思うんですよ、はい、だそういうのもまあいろいろ考えながらね、この誇れる素晴らしい賞に未来もしていってもらいたいと思いますね、はい。